こんにちは、アジテック EX 山本です。米国サンタクラーで開催中の先端技術展示会からお送りいたします。ここのブースは藤倉和生さんになります。こんにちは。はい、こんにちは、藤倉和生の電子材料事業部営業部のタジスと申します。よろしくお願いします。どういうビジネスをやられておりますか？うちはですね、もともとアクリルの重合から始まった会社でして、でそこからですね、そこに、顔料を混ぜて塗料にしたりとか、あとは銀粉を混ぜて導電性の塗料のペーストを作ったりとか、まあ、そういうような展開をしているわけですけども、私はその、導電性ペーストですね、樹脂に銀粉を混ぜたものというところの材料の、営業のマネージャーをやっている電子材料所。私どものこのブースに展示していただいてますけど、どのようなきっかけで展示ありがとうございます。はい、始まりは4年前ですかね、2015年の IDTEX 初参だから、まさにこの場所ですけども、この場に、偵察というか、アメリカに市場があるのかどうかというところを、確認をしに来たわけですね。日本とか東アジアだけではやっぱり自利品になるかもしれない、新しい市場を開拓したいということで来たわけです。でその時に思ったのが、我々 その、お客さんとなり得るようなところがですね、いっぱい展示してあったわけですね。ここはやっぱり市場があるなと、知ってさえもらえれば売り込めるんじゃないかと思ったのがきっかけで、翌年の2016年のサンタクララから、展示をさせていただいているという。もう何回目？そうですね、そこから毎年なんで、サンタクララはだからもう今回4度目になりますね。16、17、18、19ですね。でベルリンの方で4月もやられてますので、そこも参加させていただいてますので、そこが3回だから今回で7回目になりますね。あ、そうですか。はい、何かどのような成果が上がってますか？ですね、もう非常に、いっぱい引き合いをいただいてましてですね、今回7回目ですけれども、ということは6回ですね、展示させていただいてるわけですけれども、今までの中で、延べそうですね、25、6社ぐらいまともにこうサンプルを出してきちんと評価をしていただいて、フィードバックをもらってと、そういう非常に中身の濃いやり取りをできた会社さんだけでも26社ぐらいで、今継続しているのが、全部うまくいかないんで、あれなんですけども、ただもう10社ぐらいはですね、まだ残っていて検討が進んでいて、まだ量産にはまだ、結びついてないですけども、多分ここ2年ぐらいで、量産につながるようなものっていうのも何件かあってですね、非常にその、ビジネスチャンスを欧米で広げるための大事な場としてですね、捉えて、だからこそ継続して出させていただいているということでございます。はい、じゃあ本日の展示の内容についてご紹介いただけますか？はい、そうですね、私の事業部は電子材料事業部、ドータイトというブランド名でですね、導電性のペーストを売ってるわけですけれども、その中で、新しい目の技術をですね、アピールしたい技術というのを展示してあるわけです。でちょっと一個一個、見ていくとですね、私はこっちから見ていくんですか、まずこれですけども、これはストレッチャブルの粉ペースト、シリコン機材とかウレタン機材みたいな柔らかいものにですね、塗って、これ導電性ペーストなんですけれども、こう伸縮させてもですね、断線しないというようなものなんですね。ウェアラブルとかですね、電子デバイスの非常に柔軟性が高いものが必要になるものとか、そういうものを使われてて、数十パーセント伸びてるんですね。これはもうもっと伸ばせれば 200% ぐらい伸びたりとかですね、するものもあります。はい、でもっと回数を繰り返し伸ばす 10%、20% でもいいから10万回とかっていうのもあるんです。そういうラインナップも今取り揃えながらですね、こういう膝のところが曲がっても LED がついてるよっていうのは、回路が断線してないからっていうことですね。はい、でこれとはちょっと違うんですけども、これはフォーミング用でして、フラットなフィルムに印刷した後で成形をすると、かなりこう角度が立った角度ですね、距離も伸びてるんですけども、それでも断線しないというのが必要ですね、というところですね。車向けなんかも含めてですね、かなり引き合いをいただいていて、ここ 2,3 年非常にホットな検討内容となりますね。はい、で隣が、電磁波シールドの材料ですね。電磁波ノイズを、抑制するためのということで各種それ取り揃えていて、高周波のものから低周波のもの、磁気ノイズ、電解ノイズ、両方ですね。あとはミリ波対応とか UHF 対応とかですね、そういうところにも広くこう使われるような材料というのを今提供させていただいているということです。この液体の中身そうですね、これはですね、これ
UHF の RFID タグなんですよ、はい、で通常ですねあのメタル金属のところに直接貼り付けると読めないんですよ、はい、メカニズムはちょっと今あの時間がないので割愛しますけども、はい、でさらにこんな水の中に入ってるとこれもまた阻害して読めない、はい、でこれがですねあの我々の磁性材料を塗ると、その効果がですね、はい、きちんとこう読み取れるような形になると抑制するという形になってですねあのこれが今ちょっとできるかどうかですけどこう読んでるわけですね。でここに、まあ、何桁かの番号があると思うんですけどアルファベットと数字ですね。これがここに書いてある数字と一緒でしてこの数字データがここに入ってるタグの中に、はい、で押すとちゃんとこう読み取ってどんどん増えていってる。そうですね。普通はあのこれは読めないんですけれども、磁性材料を間にこう挟むことによってそれができるということで、はい、こういう用途であれば、はい、あの非常にこう、まあ、将来性のある材料になっているんですね、はい。でこちらがですね、あの極細線、すごく細い線を引く、銀ペーストということで、普通のスクリーン印刷じゃなくてグラビアオフセット印刷という印刷なんですけども、この透明に見える部分は実は銀ペーストがメッシュ状に印刷してあります。ラインハバーどのぐらいの？これ12ミクロンですけど、これ12ミクロンって実はこの工法ではあの太い方で、今実用化されているものでは7ミクロンというのもあります。車のタッチスイッチ、タッチパネルというところでここ2、3年とですね非常にあの多く出回ってますのであの、まあ、最近のそうですね、日系の、まあ、あまり詳しくは言えないですけれども車メーカーさんの、オーディオのスイッチとかですね、タッチパネル、タッチスイッチのところこういう電子化されてるのを見たら多分これが入ってるっていうのは結構もっとあの細いラインも開発できてるわけですか。そうですね、まあ、これ12ですけど、まあ、7ミクロン、うん、っていうのが実用化されてる今、最、細いやつですね、一番細いやつですね、まあ、5ミクロンとかっていうのも今目指してはいるところです、はい。まあ、これは通常の電気のメンブレンスイッチの回路ということで、まあ、こういう例もあるよということで飾ってある。でこちらが、ナノ粒子を使った銀ペーストで低い温度でも癒着、焼結して、銀の角膜になるということで、まあ、我々のペーストは樹脂の中に銀粉を混ぜているので、抵抗が、まあ、金属単体に比べるとちょっと高くなるわけですけども、これはもうほぼその、銀そのものに、まあ、かなり近づくような低抵抗のものになっています。この形成温度は何度くらい？これはですね、もう低いところでいうと130度ぐらいからできます。で200度ぐらいまでの温度で、高い温度であるほど、まあ、導電性は良くなるということですけども、130度ぐらいでも、まあ、10のマイナス6乗とかっていう数字、まあ、あの金属のレベルにかなり近づくというところで、あのアンテナ向けでですね、まあ、攪拌を狙っているというような、材料でございますね、はい。でこちらなんですけども、我々電子材料事業部なんですけども、コーティング事業部というのがありまして、その事業部の中の一つのアイテムで、これは熱放射の塗料ですね。まあ、放熱というのは非常に大事な、今トピックになっているわけなんですけれども、放熱というと熱伝導の話を結構皆さん言われるんですけども、その熱を集めてきたやつをこう積極的にこう放射してやらないといけないわけですね。これは例えばその、まあ、ヒートシンクの例ですけれども、まあ、アルミっていうのは、熱伝導があって、熱を集めてくるで、熱放射能力があまりないのでこういうフィンの形にして大気に触れるようにして、はい、で発散させてるわけですね。どれが商品ですか？これ塗料をですね、こうクリアの塗料を塗ってあるんですよ。でこっちが塗ってないやつ、こっちが塗ってあるやつなんですね。あ、どこに塗ってあるんですか？これね、ちょっと触ると熱いので、ね、はい、この表面に塗ってあります、はい。でこれちょっと温度の差を見ていただくと分かるんですけど、何も塗ってないやつは68度なんですね。こっち塗ってあると60度とか59度7度、8度ぐらいとか違うですね。この差ってのは非常に大きくて、積極的にこれを塗ることによって熱を放射してやるという役割があるので、ヒートシンクの熱伝導のところの能力と熱放射のところを組み合わすことによって非常に効果的に、分裂ができる。塗布圧って何ミクロンぐらい？塗布圧はですね、まあ、数十ミクロンです、ね、はい。
で、我々今回ですね、出展しているのは藤倉化成だけではなくて、我々のルーツとなるあの株式会社藤倉さんとの合同で出しておりまして、はい、で、色素増加型の太陽電池というのをですね、展示していただいているので、はい、ここちょっとバトンタッチ、説明をしていただければというところで、はい、よろしくお願いします。藤倉の山本です。お願いします、はい、これはどういう商品なんですか。ですね、我々の太陽電池、こういう小型な太陽電池で、はい、IoT 端末の電源に使えるような太陽電池をいろいろプロモーションしております。でこういう太陽電池を使っていただくと、普通の太陽電池では発電ができないような、こういう室内の明るさの下でも非常に高効率に発電することができますので、例えばですね、このような今これ中に5種類のセンサーと無線モジュールが内蔵されていたもので、自分でこうデータを取ってデータを送るための電力を自分で太陽電池で賄いますというもので、電池交換レスのデバイスを構築することができます。これ室内専用ということですか。そうですね、こちらが室内専用で、あと屋外でもですね、このような防水仕様のものを我々ご用意しておりまして、はい、日陰になるようなところだと、既存の太陽電池だとあんまり発電できなくてっていうところでも使えるというところで、この屋内用と屋外用の2種類で我々いろいろプロモーションしています。で主な用途としてはとセンサー関係が。そうですね、で今我々のこのセンサーで言いますと、温度と湿度と照度と気圧と人感の5つのセンサーが内蔵されてまして、それが定期インターバルでデータを取って送ることができるようなセンサーになっています。そうですか、素晴らしいですね、はい、でビジネス的にはもうスタート始まってますか。そうですね、こちらは日本と海外と両方太陽電池を販売してまして、こちらのセンサーシステムについては少し無線の技的の関係がございまして、今日本だけでの展開になっています。ありがとうございます。どう